はい、それでは今日も、なんだ、演習分だけ、お礼杖動画を作ろうと思います。実況は私、仕上げお父さんが行います、と。演習3回。司令官、作戦命令を。いつもはね、演習受けるときは、この、駆逐艦4、従来操縦4艦2の編成で行っています。まあ、これだと、あれだね、割と航空戦力で壊滅できるからあまり強くないかな。レベルも高いしね。では、戦闘用の編成に変えますか。アタゴ、抜病します。前の動画で紹介動画作ったけど、まあ、私たちの出番ね。赤城。一光線、赤城、出ます。随格やね。五光線、随格出撃よ。装備は大丈夫かな。噴進砲、噴進砲。鑑識弾。水星、水星、神殿。流星、流星、烈風、水星。この水星を、じゃないな。この流星を烈風に今日は変えておこう。かな。うん、いいみたい。ありがとね。んで、耐久ちょっと減ってるのがアタコか。せっかくだからアタコ修理しておきますか。ちょっとお休みをいただきますね。さすがにこの時間に配信したいのもあれだな。見る人はいない。よしよし。コメントが入る前にやってしまおう。おい、強敵相手に戦う動画を作ろうとしてるのにな。とりあえずまずこれに挑みますか。敵の空母は、ああ、よく見てなかったけどいいや。さて、本当はね、戦艦と空母満載の敵と戦う動画を見せようと思っているんですけどね、時間帯が悪いのかな。今午前8時36分なんですよね。さすがにこれだと高級性余裕だな。バーニングラーなんだと。響きは開幕で中学か。さすがにこれは恥ずかしいな。うちの響きに何してくれねんねん。敵艦多数発見。このデース、攻撃開始ね。やるじゃないの。無駄だね。私には誰も追いつけないよ。陣形単純陣になってんだな、こっち多分。誘爆アウトレンジで決めたよね。装備換装を急いで。超ダメージが重なってくな。さて、やりますか。けど向こう優雅に育ててるから、こっちは有利なんだよな。あと流れも育ててる最中と見た。手法ルテイ野戦で戦えるのは長々と。第一攻撃か。前期発艦。七面鳥です。まあ午前中でほとんど距離やな、こりゃ。私には誰も追いつけないよ。野戦。やっぱり野戦が命だね、うちの艦隊は。遅いよ。外したのと。外したのと。野戦命、かっこ笑い。全訪問ファイヤー。いやー、今回は何もコンボが出なかったな。やったー、見たか、これが五光線の本当の力よ。ちょっと弱めの人と当たったのに、これが俺杖艦隊です。アラショウ、で、防御サイトあったからね。こいつは力を感じる。うん、こんなもんだね。次。うん、こっちはいいや。強くなるので、ほっとこう。レベルは、うん、まあ、さっきよりマシかどうか微妙だな。今後、機関やね。ただ軽空母だからな。さて、やりますか。航空輸送後押しそうだな。
多分これ狩りしてる途中の艦隊なのかな。艦載機の皆さん、用意はいい？私にも予定というものがあるからね。相手の都合に合わせてなかなか動画を撮ることができない。撃ちます！ファイヤー！よしよし。手砲！撃てー！空母もダメに通してる。無駄だね。よしよし。うちの響きちゃん可愛いの。私には誰も追いつけないよ。おお、魚雷が撃ちちょっとやりすぎじゃないかしら。装備換装を急いで。うわあ、野菜もできなくなってしまったところだ、ね。ってことは、やりますか。夜までに結構沈めとかんとまずいな。島風、蓬莱撃戦入ります。手砲、撃てー。敵型、カジゴ型か。定型陣って呼ぶの？これ多いね。うわあ。さすがにこれは恥ずかしいな。苦戦してるな今回。バーニングラーン。空母に入れるのがやや遅かったな。第一攻撃隊全機発艦。七面鳥ですって、冗談じゃないわ。ああ、けど金剛さんだけにからこれは言えたな。私には誰も追いつけないよ。野戦に行くまでもなく、恐ろしいこの魚雷パワー。史実でもね、島風ちゃん結構な魚雷火力だからね。この勝利で慢心してはダメ。5連装だっけ、酸素魚雷。作敵や戦争を大事にしないと。で、5連装酸素魚雷4機だっけ。作戦命令を。今109もあるからね。アラショウ、こいつは力を感じる。んじゃあ次、3回目のやつ。あー、稲妻ちゃん好きか。稲妻ちゃんペローって書いてんのに稲妻ちゃん入ってないじゃないか。これは結構な本気艦隊と見たよ。60、55、55、61、66、20、制空母3隻も入ってる。これは手強いんじゃないか。行くぞ！あ、しまった、クエスト。これ3戦目だっけ？大丈夫か？やりますか。艦載機の皆さん、用意はいい？さーて、高級性はさすがに取れず。うん、雪風を中破したぐらいか。ファイヤーなったと。はあ、雪風、島風、お互いに行くとしてもらうか。大ダメージか。いや、あー、赤木。一行戦の午前中のメインアタッカーである赤木さんが。無駄だね。これは痛いな。アウトレンジで決めたよね。よし、しかし追加を沈めた。こっちの赤木さんはまだ HP が残ってるからな。蓬莱撃戦入ります。赤木さんにでも攻撃してください。やりますか。くぅ、アタゴか。ちょっとやりすぎじゃないかしら。私には誰も追いつけないよ。よしよし。敵艦多数発見、攻撃開始ね。早くこのバーニング。よしよし、評価が来た。七面鳥ですって、冗談じゃないわ。よし、それで野戦と戦えるのが金剛だけだな。こっちは上から4ターン分一方的に攻撃できる。野戦は上から順だからね。こう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 だから、敵は金剛まで何もできない。あなたって遅いのね。よし、あとは金剛を潰してくれ。よし、全訪問ファイヤー。よし、ギリギリだったな。意外と、意外でもないか。私の活躍見てくれたの？中華してたら、やっぱめっちゃ頑張るから、目を離しちゃ、ノーなんだからね。くそ、本当は響きの活躍を見せつける動画だったのに。頑張ってよ、響き。こいつは力を感じる。お疲れ様です。司令官、作戦命令を。
アイディア4戦目。レベル94元帥。強いぞ、こいつは。これを倒してこそこの動画の意味がある。モガミ？よし、行くか。すげえ強いぞ、こいつは。さて、やりますか。ふぅ、勝ってるかな？負けるかな？あれ、敵タンオジン？これ。第一次攻撃隊、発艦してください。やっべえ。応急性は取れず、お互いだな。お互い潰しちゃったな。撃ちます！ファイヤー！主砲、撃てー！さあ、どちらが先にクリーンクリックなのか。前期発艦！よし、赤木潰した。島風、蓬莱激戦、入ります！七面鳥ですって、冗談じゃないわ。おーし、ハルナも潰したぞ。これは調子がいい。いやー、コンボが中破か。提督にもらった大切な装備は。さて、仕方ないな。やりますか。これぐらいは甘じておくよ。私には誰も追いつけないよ。敵艦多数発見、攻撃開始ね。あー、やばい。ちょっと、あたわさんの野戦火力が、せめて中派に抑えてほしかったぜ。バーニングラーン、装備換算は急いで。よしよし。金剛さんを潰したな。中派で抑えてくれよ。野戦ができなくなってしまう。この私がやられるなんて。アウトレンジで、決めたいわね。よしよし。無駄だね。ちょっと、敵の陸さん次第だな、こりゃ。響きや陸を仕留めてくれるかどうか。うら！いけ、響き。よし、よし、次行く。かわいいなぁ。あ、そいつじゃないんだよな。あなたって遅いのね。全訪問フォイヤー。あー、時間残っちゃったか。どうなるか。まあ、ただ、戦艦相手に勝てたから、今回はいい動画になれたんじゃないかな。勝利か。いい響きだな。1600か。嫌いじゃない。そこだったな。そろそろ戻ってもいいかな。ふぅ、見ての通り、格上にも勝てました。うちの可愛い響きちゃんね。じゃあ、今回はこの動画を終了します。お疲れ様でした。